どうも、かまいたちです。ミスコイ、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 ミスコイ。大丈夫、大丈夫、肩上がらない分、一応ちょっと余分にやってきましたね。すごいやってる、さあ、今回は味の素さんのクックドゥからコラボ依頼いただきました。先日ね、吉本チャンネルの方で、はい、生配信のオンライン食事会しましたが、うん、その味の素さんのクックドゥのコラボでございます。なるほど、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回のテーマは中華と中華あるあるを同時に作ってみた、はい、なるほど、いいですね。中華あるある、クックドゥの本格中華を作りながら中華あるあるも思いついたら発表していこう、うん、ということですね。はい、あれはあの中華料理屋さんのあの丸いテーブルあるやんか、はい、一回なんかビューンってしたらどうなんだよって考えちゃう。やったことないけどな、わかる。丸いテーブルあるやんか、ビューンってしたらどうなんだよって考えちゃう。外にやっぱ飛んでいくのかなとかすごい考えちゃう。飛んでいくんやろうな。飛んでいくんかな、やっぱり。あれは中華系のネタをしてもその先はないっていう。いや、それうちらやね。あなたが好きだからでしょ。そう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 、先なかった、ね、先ないっていう、うん、全然どうにもならないっていう。さあ、では今回はクックドゥの四川式麻婆豆腐を使ったアレンジレシピを作っていきたいと思います。はい、以前このかまいたちチャンネルで麻婆豆腐作ったんですが、そうなんです。以前はですね、こちらですね、広東式麻婆豆腐でございました。お、はい、詳細は概要欄の動画からチェックしてみてください。うん、こちらもすごく美味しい、めっちゃ美味しかったよ。麻婆豆腐なんですが、今回はこちらの四川式ということで、どう違う、まあ、あの四川ですからちょっと辛いですね、こっちの方が。お、辛いというかスパイシー、スパイシー、うん、広東はマイルド、うん、自然はスパイシーということでございます。はい、では早速作っていきましょう。行きましょう。さあ、今回は四川式麻婆豆腐を使ったアレンジレシピの麻婆焼きそば。うまいやん。やったことないわ。確かにできるやんな、麻婆こんな簡単に作れんのやったら、うんうんうん、なるほど。そちらを作っていきたいと思います。はい、用意する材料はこちらでございます。なるほど。はい、ちょっとずれてるかもしれないですけど、もううまそうやん。ずれてんな。いや、これだけ見てそんな思わへんって。お豆腐ですね、はい、1.5 センチ角に切りますと、うん、はい、わかりました。手洗ってます？もちろんです。すでにもう手洗ってます。すごいよね、この手の上で切ろうと思った人。長ネギを粗くみじん切り、うん、粗くって言ってもまあお好みでいいんでしょ、別に。なるほどね。っていうことでしょ。3分の1、別にちょっと多めにしてもいいんでしょう。はい、目安ですよね。うん、自分で好みでと、自分で食べたい分ですから。すごい切り方、粗くやからもうね。さあ、ここからですね。あ、なんかせな思ってなんか変なことしてる。はい、お上手でございます。ネギもうちょっと入れようかな。めっちゃ悩んでる。今2分の1ぐらいまで来てんけど、うん、ちょっともう一度。いや、だって3分の1でいいって言ってたよ。オフィシャルに沿ってよ、ちゃんと。こういうみじん切りの仕方もありますよ。食感を変えてきたね。いいんじゃないですか。お前全部いく気だな。おい、オフィシャルのレシピに従えよ。ネギすっきやから、その辺の塩梅はね。フライパンに油大さじ1を熱し、うん、ちょっとまたいってるな。濱家風麻婆豆腐。今まで行ったさ、一番高い中華のお店ってどこ？うん、なんでそんなことお前に言わなかった？何本ぐらいのとこ行った？今まで25、1人2万5000ぐらい。高っ。自分でそこに、奈良の大学に入学するときにおとんと行ったから5万ぐらいしたのかな。ひっくり返したのか、このまま。はい、丸のまま。おい、落ちたよ。いやいや、そんな落ちてへん。ひき肉をポロポロになるまで炒めると、うん、肉に火が通ったら火を止めてクックドゥを加えてよく混ぜます。はあ、中華あるある、中華料理屋のあの火力憧れるけど、家で実際あんなになったら大パニックになる。中華料理屋のあの火力憧れるけど、家で実際あんなになったら大パニックになる。
でもあれ気持ちいいね、豚とか炒めてる時に炎ぶわー上がるやん、うん、厨房で俺昔やってたんやけど居酒屋で、あれ気持ちいいで、お店やからやろ、お前家であんなんぶわーなったらそら大変やけど、パニックなるやろ、うん、俺あの家でさ圧力鍋かな、うん、当時圧力鍋の走りの時期になんかあのピシューみたいな音鳴るのあるやんか、はいはいはい、で子供の時になんかマジックハンドかなんかで遊んでて、うん、シューって鳴ってるのパーンって取ってほんならシュコーって圧力が抜けたんやな、とんでもない声でおかんが叫んだ、あ、おかんやったんや今のシュコー、え、蒸気かと思ったら、よっしゃ火取った、はい、じゃあ火を止めんねんな一回、そしてそして出ましたクックル四川式麻婆豆 豆腐、簡単やねほんま、麻婆豆腐なんか作ろう思ったらめんどくさいね、普段使わへん調味料も買わなあかんし、若手の時 NGK に置いてあったこれ何個ももらって帰りました、わかる、ありがとうございます、若手助かるんすよほんまね、ここでもうじゃあ豆腐入れるんですね、はい、ネギちょっとネギ多いな、お前が切ったんや、めちゃめちゃ中華あるある、中華あるある、はいはいはい、個人的には麻婆の時にまだ麻婆に染まってない部分の豆腐もちょっと欲しい、わかる、美味しいよなそこ、うん、まだ麻婆に染まってない部分の豆腐もちょっと欲しい、あ、これまだだっていう豆腐もちょっと求めちゃう、麻婆あるあるね、うん、麻婆あるある、はい、こうやってなかなか豆腐の形を崩さないように気を使ってみんな作るんですけど、うん、俺はもう豆腐も全部潰れてるやつが好き食べるとき豆腐ももう肉ぐらい細かくして食べる、俺はもうって言ってるからもうあるあるじゃない、俺はもうもっと辛い方がいい、いやだからあるあるじゃないんですよ、俺はもうは、いやうまそうすぎひん、いいねいいね、これはいいよ、いっちゃう、乗せる、どうぞ、うわうまそう、やばない、優しくいくね、中華の荒々しさなしで優しくいくね、麻婆と女性には優しくしろって教わったから、よいしょ、陳健一いただきます、いただきます、絶対うまいよ、絶対うまいわ、うまいって言うわごめんさっき言うときます、絶対うまいって言う、はい、いただきます、おいしい、おいしいかい、うまいちゃうんかい、うまいわ、ちょっとスパイシー、うん、スパイシー、俺でもちょっとピリッとくるなと思うから、うん、山内さんからしたら結構スパイシーかも、ピリッときたらピリッときたと言います、私は、うん、ずし重たかった、うん、ずしっときました、ボリュームもあって今現場ピリッときてますけど大丈夫でももともと麻婆うまいからこの麺焼くだけやもんね、ごま油で焼いてもいいかもね、なるほどね、麺をちょっと風味付けするために家で麻婆麺って作るイメージなかったけど、そうか確かにこれ作れれば簡単にできるんやもんね、いけますね、うん、結局中華が一番かなって思う、中華あるある、うん、中華あるある、結局中華が一番かなって思う、もう一個中華あるある行こうか、うん、やっぱ辛いもんにはな、やっぱビールやで、うわっ買うの忘れた、いやいや悪いけど毎回やん、毎回やってるなビールこの間もろた紹興酒あったんちゃうかな、飲んだわ、もう、ま、毎回やな お酒のくだりあ、ハイボールある、ハイボールはあるわ、ウイスキーやっとった、ん飲んだ何パターン持ってんの、そのお酒のお酒のクオリティ、あ、俺買ってたんちゃうかな、あ、買ってたビール、うん、あ、そう、全部溶けてるわないないないあるあるみたいに言ってるけどないよ、ないの、ビール溶けるってないから
あんま飲まへんからちょっと分からへん。アイスとかちゃうねんから。さあということで、はい、今回作ったこちらクックドゥの四川式麻婆豆腐でのこの、うん、麻婆麺でございますね、はい、美味しかったですね。美味しかったです、こちらぜひ皆さん試していただきたいと思いますし、はい、もちろん、四川式麻婆豆腐こちら単品でももちろん美味しいですからね。美味しいです。皆さん四川式麻婆豆腐作ってみてください。以前釜入れチャンネルで広東式麻婆豆腐作りました、そちら概要欄の動画からもチェックできますので、うん、ぜひご覧ください。はい、お願いします。いいですね。これはもう男性の一人暮らしでも簡単にいけるのいいです ね、うん、クックドゥさんと共に歩んでいきたいなと、今後も、はい、今後も思っております。クックドゥと名乗らせていただきますクックとドゥで頑張らせていただきますチャンネル登録お願いします。さあということで今回使用したクックドゥですが、詳細は概要欄に URL を載せておりますので、欲しいと思った方はぜひチェックしてみてください。はい、なんか最後に中華あるあるなんか一個言っとくか。まあベタですけど、はい、中華料理屋床ぬるぬるって。うわベタや、はるか昔から言われてるあるあるや。学校に犬入ってきたらテンション上がると一緒や